はい、どうもゆきです。今回はパワプロアプリのパワポケコラボ第3弾でものすごいキャラクターが実装されることになったので、そちらと今まで実装されたキャラクターたちの中からどうコンボが起きるかとか、どういう方向性になっていくかということについて話したいと思います。まずそのキャラクターっていうのがこちらですね。はい、私も実装されるパワプロアプリのパワポケコラボっていうことで、広川武美さんの実装が確定しました。私も登場するって言ったら、まあ実装されるんでしょうね。これはワンちゃんこうキャラクターとしてなんかちょいちょい出る程度なのかなとも思ったんですけど、この感じはマジ実装するのかなって僕は予想してます。ってなると、今回の実装キャラクターとしてまず上に出てる大神くん、あとは今まで散々出てきた、どこからだっけ、お知らせって仕様変わってから分かってないんだよな。あ、これこれこれ、ここに出てる桃井さん、まあ、ピンクですね、は実装するんじゃないかなと思ってます。なんで実装キャラ3人は、ピンク、大神、そして広川武美の3人なのかなっていう予想ですね。まあ、ブラックの時みたいに急に直前でねじ込んでくるっていうことも考えられるんですけど、まあ、ここ3人は硬いかなと思います。で、今までのパワープロアプリのパワーポケキャラクターの実装キャラってこんな感じなんですよ。野球マスクだけその時期パワープロアプリあんまやってなかったんで取れてないんですけどSR 以上が取れてないんですけど、ガチャ引いても引けなかったんで、まあこんな感じになっていて、ここに武美と大神さんとあとピンクが加わるって考えると、まあ、コンボとしてあり得るし、一番楽しみなのがやっぱり武美とここのコンボじゃないですか。レッドさんに会った時にあれもしかしてみたいな感じで、レッドがちょっと動揺するみたいな、動揺しながら隠しながら立ち回っていくみたいなイベントとか起きるんじゃないかなって思ってるんですよ。これめちゃくちゃ楽しみですよね。もう原作ファンもレッドとタケミの絡みとか絶対見たかったけど見れなかったイベントじゃないですか。Q の主人公とタケミの絡みはもちろん見れましたよ。見れましたし、なんなら付き合ったりとかいろいろできましたけど、レッドとの絡みって見れなかったわけじゃないですか。それがまさかの時代を超えてパワープロアプリで見られるっていうのはかなりこれテンション上がるところですよね。で、ピンクとのイベントって考えると、ピンクはブラックとのイベントがあるんじゃないかなと思ってます。ピンクとブラックはね、もともとなんかパワポケ7の頃はあんまり仲が良くなくって、お互いに喧嘩し合ったりとかしてて、そのイベントがパワープロアプリでも実装されてたりとかしたんですけど、まあこっちだとどうなるかっていうところですよね。あの桃井の姿でバナーとかがよく貼られているっていうことを考えると、丸くなったピンクとブラックとのコンボになったら、なんかうまいことをね、わちゃわちゃしながらも仲良くやっているみたいなイベントとかも起きそうですけど、まあでもここ二人っていうかヒーロー組が多いんだよな。で、大神社長を考えるとシアンとのコンボはあるんじゃないかなと思っています。お互いにね、まあ、社長同士で、ライバル企業同士でみたいなところです。まあ、ただ、どうなんだろうね。大神の年齢がわかんないんですけど、大神高校生、シアン高校生ぐらいって考えると、まあ、社長になる前の二人として関われる。ただまあ、才能とかそういう面では当時から発揮していた二人なんで、まあ、二人があって難しい話して、将来の世界の話とかしてみたいなイベントは全然起こるんじゃないかなと思ってます。そちらも楽しみですよね。ということで、そこ3人とはコンボが起きるんじゃないかなって僕は予想してます。いやでもマジで裏寄りになってくるんだよな。そうなるとなんかキャラクター、フッキーもまあありえるっちゃありえるか。ピンクとかとも絡めるし、まあ、タケミとかとも絡めるし、一回ね、あのパワポケないんで、タケミがいた時だっけ、どっちだっけ、まあ、カシミールっていうあのパワポケ9のカレー屋さんにフッキーが遊びに来るみたいなイベントもあったりしたんで、まあ、ここもありえるっちゃありえますね。で、こっからのパワプロアプリのこと考えた時に、かなり今回パワポケコラボ第3弾でパワポケ R の発売直前っていうこともあって、気合い入れたキャラクター設定にしてきたなって思ったんですよ。まあピンクはずっと4月1日とかエイプリルフールとか、まあイベントの時にちょくちょく出ていて、そのうち来るかなと思ってたんですけど、大神もパワサカで来ましたよね。まあなんでここ2人に関しては予想はできてたっちゃできてた。ただここ2人も割と人気キャラというか重要なキャラクターなんでいいんですけど、タケミさんが特にパワープロ
パワポケじゃないや。パワポケ好きの中ではかなり人気なキャラクターだし、レッド実装している中でのタケミって考えると、この二人セットで使いたいとか、この二人の絡み見たいっていう方は絶対多いと思うんで、ここ二人を同時に実装させたっていうのはかなりコナミの本気を感じますよね。まあなんでパワポケ R に向けて宣伝はしたいんでしょうけど、ここからマジでさ、この、だってピンク大神タケミだよ。ちょっとブラック寄りになってきてるじゃん。確か一番最初に実装されたパワポケキャラっていうか、まあパワプロキャラでもありますけど、が鋼で、そこから次誰だっけ、アンヌだっけ、鋼アンヌだっけ、順番逆だっけ、鋼アンヌボンダあたりが出てきて、そこからアンヌが出てきてパワポケコラボ第1弾っていうことで、シアンとブラックとスメラが出てきたんですよ。パワポケコラボ第1弾の前まではパワプロにいても違和感がなさそうな普通の野球キャラが実装されて、でパワポケコラボ第1弾になって、その特殊なキャラというか、まあ裏にちょいちょい関わりがあるようなブラックとシアンだけど、まあ普通にいる分には問題ないんじゃないかなっていうキャラクターが実装され、でパワポケコラボ第2弾で雨崎くん、東先輩、天本さんで、レッドもまあその後のイベントですけど、が登場したんですよね。ここでまあ、花丸高校も出てきて、レッドも出てきて、かなりパワーポケらしさっていうものが出てきた。あとフッキーもか。出てきたんですけど、このフッキーみたいにバチバチ裏社会に関係あるような子も出てきて、かなり、あれ雰囲気変わったな、実装キャラ変わったなと思ったら、野球マスク。まあ野球マスクはね、イカリくんがいるんで、まあ違和感ないっちゃ違和感ないですけど。が出てきたんで、今後キャラクター実装するとしたら、その裏社会寄りに今後はなっていくのかなってちょっと思ってるんで、例えばカズとかも、まあ割と違和感なく入れられますよね。カズとか、あと裏寄りにすると誰入れるんだろう。本風とか出てきたらめっちゃ強いと思うけど、まあ本風高校生は無理があると思うからな。それはないか。ジオットもまあまあまあ難しいだろうね。ブルーとかは全然あるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、とかそこら辺が出てくるのかなってちょっと思ってます。まあなんでね、まあどっちみちパワポケ R でどれぐらい盛り上がるかですよね、パワポケが。パワプロ好きな方がパワポケやってくれて、パワポケキャラクターも興味持ってくれるってパワポケ R の売り上げとかで分かったら、今後もパワポケキャラでガンガン出すでしょうし、逆にパワーポケ R ポケて、まああんまりパワーポケキャラ受けないんだなっていう風になっちゃったら、もうあんまり出してくれないでしょうし、わ、パワーポケもマンネリ化してるかみたいな感じで判断されちゃったらもうやばいと思うんで、まあ、ぜひこの動画見てる方でパワーポケ好きな方はパワーポケ R 買ってほしいのと、パワーポケ別に好きじゃないけどパワープロはやってるよっていう方はパワープロのアプリの方でね、ちょっと今回ガチャいっぱい引いてもらえればなと思うんですけど、最近ね、パワプロの方もガチャがさ、結構インフレ化してきて、更新が早いよね。更新が早すぎて、僕ちょっと今ついていけてなくって、全然チームランクとかも上げてないし、キャラクターとかも育てられてないんですけど、これを機にちょっとまた始められればなと思ってるんですけど、ね、パワポケ R 出るまでかな、とりあえず。出たら一旦お休みして、パワポケ R の実況とかね、いろいろ動画を本腰入れてやっていこうと思いますので、ま、そっちも楽しみにしておいていただければなって感じですね。でもみんな誰実装してほしいのかな、この動画見てる人で。今後パワポケコラボ第4弾、第5弾って来るときに実装してほしいキャラクターとか、なんかこういうコラボをやってほしいみたいな要素があったら、ぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。みんながどういうパワポケコラボ望んでるんだろうなっていうのがちょっと気になってるんですよね。僕はね、とりあえず高校をもう一個実装してほしい。で、花丸高校を実装してたから、まあ、極悪高校はパワポケ R 出ること考えると割と自然にできると思う。あとは開拓高校とかは割とシステム的にパワプロアプリにうまく入れやすいと思う。その開拓して仲間を集めて、こうグラウンドとかを整備していって強く、練習効率を上げていってみたいな感じで、やりやすいとは思うんですよね、開拓高校は。そこら辺が実装されたりとか、あと裏サクセス要素かな、ちょっと。
マインスイーパーは前できてたけど、でも他裏サクセス重いからな、戦争編の軽いバージョンとかならいけるかなとも思ったりするんですけど、まあそこら辺が実装されればいいかなと思ってるんですけど、皆さんパワポケ R、パワポケ R じゃないや、パワポケコラボで今後どのような、はい、ものが実装されたら嬉しいでしょうか。よかったらコメントに書いて教えてください。では今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。